もスタジオに到着した瞬間からなんか愛と幸せを感じるような雰囲気を感じてすごく楽しみにしていて、そして美味しいおにぎりを食べ終わった時にふみちゃんがおはようございますってやってきてすごく肌が金の卵のように輝いてて綺麗で、あれすっぴんなんだと思ってすごい見とれちゃったので、実際にこうやって会ってお会いして一緒にいると心が落ち着くような現場と、今日のテーマもすごく楽しみにしているから今日のこの日を作ってくれてありがとう。ローラさんは昔々番組のスタジオですれ違ったことがあって、でなんかこういろんなこうメディアでお見かけするたびに本当に周りの人を笑顔にしていく、こうハッピーなオーラをまとった方だなってずっと思ってて、でも今日実際お会いしてなんか自分もなんかローラさんと一緒にいるともうすぐ笑顔になっちゃうし、なんかあ世界ってすごく本当キラキラしてるなみたいな、そういうマインドにさせてくださるすごいポジティブなエネルギーにあふれてる方で、もうますます好きになってしまいました。嬉しい、ありがとう。